こんにちは、大木町議員の馬場隆です。私の顔ばっかり撮影してるんですけど、それはなんかもう飽きたかなと思うので、まあ、景色を映しながら横で私が喋ってるというスタイルでちょっとやってみようと思います。今日の話題はですね、議員の会議があった時に、アクアス大木町の温泉施設の検討委員会っていうのがあったんですが、その中で、話が出た内容の報告書っていうのを各議員にもらいました。で、その内容をですね、ざっと説明すると、サイズはちっちゃくしますよと、場所の検討案として、今ある場所と、もしくは今アスファルトで、駐車場になってるアクアスの今ある建物の東側の駐車場ですね、あそこに建てる案と、職員さんとかが車を止めるのに使って舗装されてない駐車場ですねのあたり、健康棟っていういろいろこうジムとかある建物あるじゃないですか、奥の方に、その建物のちょっと奥に、さらに奥に、車庫とか、駐車場があるんですね。あのあたりをに作るという案、4つ今案が出てきています。で、実際そのこの計画、やることほぼほぼ決まってるんですけども、実際どのくらいが時間がかかるのかというのを、シミュレーションした表をもらってまして、それによるとだいたい5年ぐらい、立案から実際建物が完成するところまで期間がかかるだろうという予定表が記載されてました。で、ちなみにこれはいつからというところはまだ決まってないので、いつから5年間というのは向こうもまだ提示してない。一応理由としては、資金的に出せるっていう、まだ確証が持ててないので、そこを、資金的に大丈夫かどうかっていう、多分いろいろ補助金なんかが絡めれる、まだ何かしらその使えるか補助金がないのかとか、実際にそういう業者で、今動けるところが、入札とか出して、実際あるのかとか、資材とかのタイミングとかいろいろあると思うんです、値段の。その辺のところを調べていけそうだなと思ったら、多分その予算案とかが出てくる、議会の中でですね、出てくるんじゃないかなというふうに思っています。この件は以上なんですが、基本的に今の調整は前に比べるとすごくよくやってるなと、前に比べたらの話ですよ。特に目新しいものとかをトライして、すごくですね、大きな方向転換して調整を動かしているというようなことではなくて、今まで放置されてきた問題を一つ一つ、こういうふうにしたらいいんじゃないかという提案が、各担当の部署から出てたものをもう一回、読み直して一つ一つ手を打ってるというところですね。なので、ほぼ今やってることは、この私が議員やってる5年間においても、そういう意見だったり提案だったりっていうのはさまざま出てたし、一つずつこなしてるという調整だと思います。その点はですね、すごく私も評価をしているところです。ただご存知の通り、特に目新しいものが何かしら、学校事業だったり農業への支援策とか方向性を出しているとかっていうわけではないので、抜本的な解決にはならないんですけども、問題解決を今しているというところですね。なんでこの辺が全部落ち着けばですね、次の段階、成長させる段階に、考える余裕、そういう余裕も生まれてくるのかなというところかなというふうに思っています。